勝負エース目指してテイクオーレースのエントリー準備はとっくにできてるよ。それじゃ4番人気、9番、ゴールドシップ。いい感じに気合が乗っていますね。この子の持久力を見せつけるには絶好の舞台ですよ。この一戦で頂点が決まるジェミニ杯決勝。さあ、1番人気の紹介です。秋の三冠馬娘成田大進、2番人気を紹介しましょう。ここまで無敗三冠馬娘セイウンスカイ、注目の三冠馬娘9番ゴールドシップ、8枠9番での出走。私が一番期待している馬娘、気合い入れてほしいですね。ゲートイン完了、出走の準備が整いました。綺麗なスタートを切りました。みんな集中してましたね。コールエースが期待できそうです。期待通りの結果を出せるか。1番人気成田大進、メジロマックイーン快調に飛ばしていきます。さあ、花に立ったのはメジロマックイーン。このままリードすることができるか。2番手の位置で先頭を伺うのはセイウンスカイ。早くも激しい競り合い、後からライスシャワー。1馬身差スペシャルウィーク、およそ5馬身開いて1番ゴールドシップ、外には9番ゴールドシップ、内から内から成田大進エアグルーヴ並びかけてきた。後から3番ゴールドシップ、メジロマックイーン先頭進みますが、これは正解でしょうか。メジロマックイーン、彼女の客室には合っていますね。第4コーナーを進んで直線へ向かう。前から大きく開きました。縦長の展開だ。各自自分のペースを保っているようですね。順位を振り返っていきます。メジロマックイーンまだリードをキープしています。続いてセイウンスカイ、サンドシンサー、ライスシャワー、1馬身離れてスペシャルウィーク1周目のスタンド前にかかっていく成田大進、上がっていきます。現在1番手はセイウンスカイ、続きましたメジロマックイーン、3番手にはライスシャワー、少し離れてスペシャルウィーク1番ゴールドシップ、5番手、そしてその後方には9番ゴールドシップ、後ろ成田大進、1馬身離れてエアグレーブ、2馬身離れて3番ゴールドシップ、成田大進、果たしてどうでしょうか。馬場状態を確認しながら走っている感じですね。まだ本気ではないですよ。第1コーナー回って第2コーナー、先頭セイウンスカイ、レースは4レース進んでいます。1馬身離れてエジロマックイーン、その後からライスシャワー、その外並んでスペシャルウィーク、およそ5馬身開いて面白くなってきたぜ。9番ゴールドシップ並びかけてきた。そしてその外を回って成田大進、それを見るようにエアグレーブ、2馬身3馬身開いて3番ゴールドシップ、息揚々と先頭行きます。セイウンスカイ、どうでしょうこの展開。ちょっとかかり気味かもしれないです。
一息来てるといいですが。2周目の向こう正面に入って変わらず先頭を突き進みます。セーウンスカイ依然してセーウンスカイ1馬身離れてレジノマクイーン1馬身差ライスシャワー1馬身離れてスペシャルウィーク外には1番ゴールドシップ少し離れて9番ゴールドシップ残り数メートルを通過2馬身3馬身開いて成田大進内でエアクレーブ来た今だ。あとは3番ゴールドシップ先頭は依然セーウンスカイ2馬身リード先頭から大きく離されて2番手はライスシャワーさらに1番ゴールドシップそしてその後ろから行くのは9番ゴールドシップ第4コーナーカーブ早く早く誰よりも早く甘く見て後で吠え面かかないでよね私がマジだってこと教えてあげるここからスパート一気にレースが動きますまだ差があるここから先頭を捉える子は出てくるのかさあいよいよ直線だどのタイミングで誰が仕掛けるのか400を切りますが最終コーナーを曲がって最初に立ち上がったのはセイウンスカイ外から飛んできたのは9番ゴールドシップ成田大進驚異的なスピアージ残り200先頭成田大進しかしその差はわずか成田大進走りのは取れない先頭は加えず成田大進やりました成田大進最後意地を見せて栄冠を私の実力思い知ったかもっといけると思ったけど、ま、こんなもんか。